はい、こんにちは。ザイオンフットボールクラブの林です。今日はですね、はい、トップチームのユニフォームを、着ています。本来、ホームの色は、ユニフォームのカラーは黄色なんですけど、この前の、リーグ戦を、ザイオンはこの赤いユニフォームで見事2対1で勝利しまして、開幕3連勝と、いうことで、まあ、ちょっと僕もこのユニフォーム着る機会なかなかないんで、まあ、ちょっと今日はこれを着て撮影してみようかなと思いました。はい、まあね、ゲーム内容としては RFC 東京さんすごい、強くて、ずっと押し込まれるような展開が続いてたんですけど、そこをね、選手たちが本当に守備頑張って、うちが先制したのかな、先制して追いつかれたんですけど、最後、ユン・ヨンスン選手のゴールで、まあ、ヨンスンは2ゴール、すごいですね、素晴らしい、で2対1で勝利しました。はい、まあ、開幕3連勝といっても、東京都2部リーグっていうのは本当にレベルの高いリーグで、はい、簡単なゲーム1試合もないんでね、次の試合もその次の試合も、一つ一つ、勝ち星を挙げられるように、選手たちと、まあ、僕は特になんか運営面しか今年はね携わってないんですけど、まあ裏方からサポートできるようにしていきたいと思いますので、引き続きご声援よろしくお願いします。はい、でですね、今日は僕がねスクールやってる上で指導してる上でちょっとこういう親御さんの関わり方ってどうなんだろうなって思うことがあって、でそれをまあちょっと1個動画に撮っておくのもいいかなと思いまして、ちょっと今から喋りたいんですけど、ですね、まあよく自分の息子さん、子供さんに対して、まあちょっと親が言い過ぎちゃったりとか怒り過ぎちゃったりとか、そういう経験ってどんな親御さんでもあると思うんですけど、僕のサッカースクールでは本当いろんな子たちが単発のスクールとか毎週参加してくれる子とかいろんなパターンの子たちがいるんですけど、ちょっとうんと思うのは、なんか例えば練習してる時にミスをしてしまったり、1対1の練習しててちょっと負けちゃったりとか、シュートシーンでシュート思いっきり外しちゃったりとかした時にパッとやっぱ親の顔を見る子が、いるんですよね。はい、でまあ一回一回そのお父さん、まあ、お母さんとかの表情をこう気にしながらプレーしてる子たちを見ると、あ、まあ結構こう練習の帰りの車の中とかでなんか言われているのかなと。はい、僕はね、いいんですよ、別に親だし、自分の子に対してもっとこうなんじゃないか、ああなんじゃないかっていうのは言っていいと思ってるんですよね。はい、まあアドバイスもね、やっぱ見てる人からのアドバイスも大事だと思うんですけど、ただその言い方とか言うタイミングとかっていうのはすごく大切で、逐一なんかこう親の目を気にしながらプレーするっていうのも、まあちょっと選手としてはどうなんかなって思う部分が正直ありますね。とはいえ親の気持ちも僕は分かるんで、すごくね我慢しなきゃいけないと思うんですよね、大人は。はい、まあただ子供も選手も好き勝手やっていいかって言ったらそうじゃなくて、やっぱり自分のチームの練習とかスクールとかで集中してプレーすることっていうのは絶対大切だし、ただまあそれが一生懸命やっててチャレンジしててミスしてしまうとか失敗してしまうってことはあるでしょ、サッカーね。俺もあるし、ただそれをまあ親御さんたちもお父さんお母さんたちも、まあ、少しこう、ね、リラックスした目線で見てあげることが大切かなと思ってます。はい、まあね、ちょっとこういうのって喋るのどうなのかなと思ったんですけど、たくさんの子供たちをやっぱ指導させていただいてて、まあちょっと多いなって感じなんですよ。そういう子ってやっぱりなんか親の目線を気にしちゃってる子多いのかなって気がしたんで、これは指導する立場として、まあ一つお伝えした方がいいかなと思いました。はい、まあ、僕もやっぱりそういうことをねあると思うんで、まあ人のこと言えないですけどね。はい、ただまあ、そういう部分を少し気にするだけで自分の子供、はもっともっと伸び伸びプレーできると思いますし、結果的にはいい方向につながると思うんで、ちょっと俺言い過ぎてたわ、私ちょっとそうだったかもしれないっていうお父さんお母さんいたら気にしてみるのも大切かなと
思います。はい、今日はそんなところです。偉そうにすいません。はい、だけどね、すごく大事なことだと思うんですよね。いう感じです、今日の動画は。はい、だいたいね、6分ぐらいでまとめようと思ってて、ほぼノーカットでいこうと思ってるんですけど、はい、今日もこういう感じの天気で、海で動画撮るのなんでって言われたんですけど、これまず人が少ない、うん、で、俺が大声出しててもそんなに気にならない、波の音でかき消してくれるんで、そんなに恥ずかしくないっていう、そんな理由です。ただ今日はもう向こう側のこういう、ちょっとこうなんですか、自転車とか歩いたりする人たちがいるんですけど、そういう人たちからの目線はすごく感じてて恥ずかしいですはい、 OK、 じゃあ今日の動画はこれで終わりになりますね。はい、ぜひ、ちょっと注意してみてください。はい、そしてザイオンのトップチームの挑戦もお願いします。開幕4連勝5連勝と伸ばしていきたいと思います。じゃあ終わります。どうもありがとうございました。